今回は千葉県習志野市にある心霊スポット古仙峡へ行ってきました。古仙峡は JR 津田沼駅の JR の線路近くに架かる橋で、新京成の新津田沼側から千葉工大の前に出る古仙峡です。古仙峡の利用者は多く、結構な人通りがあります。新津田沼駅側は大きなビルや飲食店も多く、明るくにぎわっています。逆に千葉工業大学側は薄暗い雰囲気になっていますね。心霊スポットとしてはマイナーだとは思うのですが、全国心霊マップ等のサイトで紹介されている場所となっています。もともと津田沼の千葉寄りにある線路を渡る橋の周辺は出るという話があるそうです。津田沼は終戦まで現在の千葉工業大学の敷地に、鉄道連隊の役員台には騎兵学校、挺身隊などの旧日本軍の施設が多々あったらしく、当時の兵隊が隊内のいじめなどから現在もある橋から列車に飛び込むものが多かったとの噂があるようです。その兵隊たちの霊が出るとの話ですが、実際にそのような事件事故があったのかは分かりませんでした。古仙峡での心霊現象、いじめ等で死んだ兵隊の霊が出る、兵隊の霊の影響かは分からないが、古仙峡から飛び降り自殺が多発しているとの噂があります。夜に快速電車がこの付近で人影のようなものを見て停止するが、人は見当たらず、直後に運転が再開されたとの噂もありました。実際に調べてみたのですが、そのような記事は出てこなかったので、本当かどうかの真意は正直分かりませんでした。古仙峡は夜間でも結構な人通りがあって、地元の人たちはかなり、使う古仙峡なのかなっていうふうに感じました。千葉工業大学側はやっぱり暗くて薄暗い雰囲気はあったんですけれども、津田沼駅側ですねの方はやっぱり、ショッピングモールでありましたり、お店等が多くあって、光ライトも多かったので結構賑やかな雰囲気がありました。なのでそんな陰気な雰囲気は感じはしなかったんですけれども、古仙峡の塗装が剥げてたり、ちょっとそこだけ部分は不気味な雰囲気を出していました。おすすめの心霊スポット等ありましたらコメントにて教えてください。動画のご視聴ありがとうございました。いいね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。